これはドラムは見どころ満点なんやけど、うん、この曲が好きっていうことは結構俺は言うてるね。東京事変の秘密やね、うん、あのアダルトっていう曲の1曲目です、はい、これはね、まあ、聞きどころ満載なんやけど、何よりもあの、まあ、さっきのダブルストローク ×2、はい、タカタカちっちゃい音で、うん、タカタカっていうおかずやね、フィルインがあるんよ。そこめっちゃ気持ちいいから、それちょっと聞いてみましょう。はい、この曲はね、もともと A メロのドラムとベースがやばいの。これもスネアね。まだちょっとこれ長かった。かっこいいよ。こっから A メロの。これよ。とりあえずスネアのテンションがめちゃめちゃ高いんよね。だからもうパンパンなよね。パンパンやぞ、パンパンやぞ。あの張って張って、うん、あの俺ら世代でいうとやっぱコーンのドラムだね。あ、そうやな、うん、やるとああいうね、すごい凛とした音が出るよね、うん、昔のハードロックってもっとなんかリバーブの効いたドーンドーンって音なんやけども、ちょっともう一回聞いてみよう、はい、いける、これでいけるわ俺は。いけますか、発射できる。3億個メジャーシーンへと飛び出していった。うん、気持ちいいね。東京事変のドラムの人は、俺前カラーバーやった時に名前読めへんかったけど、あの人のあのドラムは結構スネアをちゃんとうまく入れてくるね。そうやな。で全体的に、あの人は東京事変の映像を見た人がもう分かるかもしれへんけど、手をクロスしてないよね。ああ、中で言うと左利きやから。ああ、そうなんや、うん、あとはあのフィッシュマンズの茂木さんね、あの今スカパラで叩いてる。左利きの人は手はクロスしないわけです、ね、あ、オープンなんとかってやつや。そう、オープンやね。こっちにハイハットもこっち、ライドもこっちに置いていると、ね、めちゃめちゃかっこいいで、あの見せるプレーもできるしなもんね、あの東京事変の人は。派手やね、見た目も結構男前ですね。 あれはシーンが見事、まあ3回、まあ次行きましょう、はいはい、あ、次最後です。これはね、いわゆる普通のパターン、レギュラーのパターン自体がスネアを多用してめっちゃかっこよくなっているという、うん、これはアジコやね、覚えてる、あのベンジーとウーアの、あー、はい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 、シーノさんって言って、うん、俺これサジのおっちゃんと一緒に伊丹空港まで車乗っけて送ったことがあるんやけど、有名なドラマさんやね、うん、あのウーアの下後ろで叩いてたりだとか、あの AP バンクフェスで、うん、桜井和俊の後ろでドラム叩いてたりする、まあ、すごい有名なドラマーさんが叩き出したこのリズムパターン、うん、結構悶絶もんやで、この前の何やったっけ、ピラミッドソングじゃないけど結構いろんなもんが入ってトリッキーなリズムですね。でちょっと聴いてみましょう。この曲自体波動って曲がね、結構かっこいい。ベンジーのギターがまたしびれる。これちなみにベースはトキエや、あのライズの、はいはいはいこのリズムめっちゃかっこいい。まあ、ジャジーやけどね、すごいね。ちょっと聞こえにくいかな、でもウーアの音めっちゃでかいもんね。でかいもんな。ちょっともう一回ちょっと始まりのとこ聞いてみようか。これはすごいかっこいいね。まあ、これもスネアを生かしたすごいパターンやね、みたいなことがあるわ。まあ、ちなみにこのシーノさんっていうと、あの駒田ディジュリジューの後ろでドラムを叩いてて、手話で駒田ディジュリジューが来た時に、なんか次の日すぐ仕事があるからっつってイベントが終わってすぐに痛みまで送ったんやけど、で俺運転しとって疲れてるからサジを一応ユータが連れて行きやつって、サジに喋らせたらええやんって言った瞬間のターくんか後ろで寝る寝るっていう、
まあ思い出もあるね。まあ、あかんこや。細かい音楽。細かっ。ってなことで、はい、ちょっとスネアかっこいいぜっていう曲があればまた教えてほしいよね。あ、でも J-POP でもさ、うん、結構まあ、わーっと聞いてるとさ、うん、案外裏側で飽きさせへんように、すっごいいろんなことやってるやんか。そうやな。だからドラム1回3分だけ、はい、もうメロディーとか、うん、ボーカルの声とかちょっと無視して、うんうんうん、ドラムを聴こうとして、うん、あ、そうやな。ドラム聴いてみると、うんうん、今日の出てきたやつとかが聴けて、あ、そうやな、これのことや。ダブルストロークやっとるとかね、うん、あ、ここちょっとロール入ってるやん、入っとるとか、うん、あ、これが言うてたフィルインか。あ、そうやね。あ、そうやな。おかずとかは結構、そうやな。そこ分かりやすいし、結構面白いよね。おかず、こんなおかずなんやとかね。そうすると、ちょっとドラムの楽しみ方みたいなのが広がるから、まあ、1日1回だけでもいいから、ちょっとドラムを気にしながら聴くっていう。そうやな。かなり意識して聴かないと J-POP やっぱ聞こえにくいからな。そうそうそう。なんかクルビとか東京事変とか別にしても、うん、バンドバンドしてるバンドはね、うん、あれやけど、うん、ちょっと聞こえにくいけど、そういうのも一個楽しいのではないかな。はい、コンシャスラー。